日本語能力試験、懲戒 N2、2回目。これから懲戒試験を始めます。メモを取っても構いません。問題用紙を開けてください。問題用紙のページがないときは手を挙げてください。問題がよく見えないときも手を挙げてください。いつでもいいです。 問題,1問題1では、まず質問を聞いてください。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、正しい答えを一つ選んでください。1>, 1番。昼休みに女の学生と 男の学生が今夜の服装について話しています。男の学生が着替えてくる服装はどれですか今夜の懇親会だけどさ、ジーンズに T シャツじゃまずいよな。まずいに決まってるでしょ、そんなの。でも、どうしてそんなこと聞くのうん、シンポジウム終わったら、そのまま夜から海行くことになったんだよ、友達と。 それで、ちょっとうちに帰って、このネクタイとスーツ着替えてきたいんだよ。そっか。じゃあ、ジャケットだけ着てくれば靴はスニーカーでもいいかな。スニーカーに合うパンツとジャケットなら、靴は革靴じゃなくてもいいんじゃないのそうだよね。じゃあ俺、ちょっと着替えてくる。男の学生が 着替えてくる服装はどれですか二番男の人が女の人に自分の国のお辞儀について説明しています。これから二人がするお辞儀はどれですか日本でもお寺に行ったときは手を合わせてお辞儀をしますね。 ええ、もちろん。私たちの国では、もっと丁寧にお辞儀をします。へえ、どんなふうにまず、胸の前で両手を合わせるのは日本と同じですが、それから膝を折るんです。両膝を折って、ひざまずきます。そして、合わせた両手を離して、両手と頭を床につけます。それから、頭は床につけたままで、 両手を裏返して手のひらを天井に向けて持ち上げるんですへえ面白そうちょっと一緒にやってみましょうかええこのあと人がするお辞儀はどれですか 3番、男の人と女の人が話しています。女の人はこれかから何をしますか山口さん、ちょっと大急ぎで見積書を一つ作ってほしいんだけど。はい。でも私、今からちょっと郵便局に行かないといけないんですが、それと今日は伊藤商事の報告書も急ぐんですけど。報告書はいつまでに出すの 明日のお昼です。見積書は今日の5時までに出さないといけないんだよな。ごめん。こっち先にやってよ。郵便局には他の人に行ってもらうようにするから。わかりました。じゃあ、報告書はあと2、30分で一段落しますから、それからかかるようにします。ただ、ちょっと銀行にも私行かないといけないので、それからでもよろしいですかうん。とにかく5時までにできればいいから。 女の人はこのあと最初に何をしますか4番クレジットカードがあといくらまで使えるかを知りたい時は何番を押せばいいですか お電話ありがとうございます。ABC カードお客様センターです。音声案内に従って電話機を操作してください。解約・紛失・盗難は1を暗証番号の変更・紹介は2を分割払い・お支払いのご相談は3を次回お支払いの金額 ご利用可能額は4をその他のお問い合わせでオペレーターとお話しになりたい場合は5をもう一度お聞きになる場合は8をご入力くださいクレジットカードがあといくらまで使えるかを知りたいときは何番を押せばいいですか 5番先生と学生が大学のキャンパスで話しています学生はこれから何をしますかあ、あ、工藤君来月から始まる公開講座のことなんだけどねどう手伝ってくれる学生集めてくれたかなまだ友達に声かけたくらいで募集は始めていませんがそろそろ始めないとねチラシを作って配ったり 資料を作ったり、会場のセッティングもあるから、結構人手がいると思うよ。はい。明日からすぐ始めます。あの、チラシの方は原稿ができていますので、先生にも見ていただきたいんですが。ああ、そう。じゃあ、後で研究室に持ってきて。はい。パソコンに入っていますので、プリントアウトしてすぐお持ちします。うん。じゃあ、後で。ボランティアの学生集める方もよろしく頼むね。はい。 わかりました学生はこのあと何をしますか問題 2, 2問題2ではまず質問を聞いてください。その後 問題用紙の選択肢を読んでください。読む時間があります。それから話を聞いて問題用紙の1から4の中から正しい答えを1つ選んでください。1番。1> 女のの人人と男の人が、 サービスエリアの車の中で話しています。男の人の携帯電話はどこにありましたか さて、それでは出発するか。あれ携帯どこ行ったんださっきの店に置いてきたのかもうすぐ忘れてくるんだから。でもさっきコーヒー飲むとき携帯使ってなかったよあなた。そうだよね。どっかに落としたのかなちょっとかけてみてよ、僕の携帯に。いいわよ。あ、鳴ってる。 えどこだ車の中だけど。ああ、もう、耳も悪いんだから。ほら、ちょっと腰を上げてみなさいよ。なんだ、こんなとこに。うわあ、くさーい。うるさーい。そっか、さっき車から降りるとき、ポケットから滑り落ちたんだ。 男の人の携帯電話はどこにありましたか二番女の人が今日のお天気について話しています関東地方の今日のお天気はどうですか それでは今日のお天気です。日中は日差しもありますが、天気は変わりやすいでしょう。昼過ぎには各地で雨が降る見込みです。ところによっては雷が鳴るかもしれません。今日は天気の急な変化に注意してください。では天気の移り変わりを見てみましょう。今日の日中は広い範囲で晴れる予想ですが、午前中から東海地方では雨のところがありそうです。 午後になると、この雨の降りやすいエリアは関東地方にも広がってきます。夕方以降は東京を中心に雨や雷雨になりそうです。関東地方の今日のお天気はどうですか 3番女の人がドレッシングの作り方を説明しています。女の人がオリーブオイルを使う理由は何ですか 今日は低カロリーの和風ドレッシングの作り方をご紹介します。まずベースになるのはお醤油ですね。大さじ3杯。そしてお酢を大さじ2。それからお砂糖は小さじ1。これに塩と胡椒を加えてよく混ぜます。そしてここにオリーブオイルを使います。 オリーブオイルは香りが非常に豊かで、少量でも満足感が得られます。大さじ1杯だけ加えます。普通、市販のドレッシングは油とそれ以外の液体の割合が1対1ぐらいですけど、このように自分で作ると油を少なくしてカロリーを抑えることができますよね。はい。出来上がりです。 油の少ない低カロリー和風ドレッシングです。女の人がオリーブオイルを使う理由は何ですか。四番。女の人と男の人が。 ペットボトル入りの飲料水について話しています。男の人が水を変えた理由は何ですか それっって、て酸素が入ってる水でしょそうそう。今度はこれに変えたんだ。頭がすっきりするとか、健康にいいとか宣伝しているようだけど、本当なのそんな感じもするけど、いいんだよ。薬じゃないんだから。でも、ちょっと高いと思わないただの水だよ。僕はそう思わないな。水にもいろんな味があるし、ジュースとかコーラより、 僕は水の方が好きだよ。でも、いつも同じのを飲んでると飽きるんだよね。時々変化が欲しくなる。うーん、そうだったんだ。だから新しいのが出るとすぐ買うんだね。男の人が水を変えた理由は何ですか 5番女の学生と男の学生が田中くんのことを話しています田中くんはどうして先生に褒められたのですか 昨日、田中くん、先生に褒められたんだよ。優等生だもんね、田中くんは。うん。宿題のノートを忘れたの。どうしてなんでそれで褒められるわけ友達に宿題のノートを貸したんだけどね。昨日、その子が学校休んじゃって。でも、田中くんはそれを黙ってたのよ。先生は、でもなんとなく教師の勘でそれが分かったから、人のせいにしないのは偉いって褒めたのよ。 田中くん素敵よね。でもノートを貸したりするのはよくないよ。うん、そのことは先生にも注意されたんだけどね。田中くんはどうして先生に褒められたのですか ?6 番。 男の人が話しています。男の人は友達作りが上手な子供は何の影響を受けていると言っていますか 昔から人を見たら泥棒と思えという言葉がありますが今では人を見たら走って逃げろと言った方がいいかもしれないぐらい現実の社会は冷たく厳しいものになっていますいつ誰に何をされるかわからないと感じている大人たちが増えているためにその影響を受けて今の子供たちは友達作りが苦手になってしまっているようですもちろん中には 友達作りがとても上手な子供もいます。優しくて周りによく気を使う子です。実は彼らの周りには必ずそのような大人たちがいます。彼らはその大人たちから友達作りを学んでいるのです。我々大人はそのことを忘れてはいけないと思うのです。友達作りが 上手な子供は何の影響を受けていると言っていますか問題3問題3では問題用紙に何も印刷されていません。まず話を聞いてください。それから 質問と選択肢を聞いて、1から4の中から正しい答えを1つ選んでください。1番。1> テレビでアナウンサーが読書に関する調査の結果を話しています。最近は本を読む人が少なくなったと言われますが、 実際はどうなのでしょうか。10代後半から60代までの方を対象に調査したところ、全体の約半数にあたる46%の人が、1ヶ月に1冊も本を読んでいないことが分かりました。一方、1ヶ月に1、2冊読むという人は36%。3、4冊読むが10%。5、6冊、そして7冊以上読むという人はそれぞれ4%でした。 今回の調査では雑誌や漫画は含まれませんでしたが10年前に比べると全く本を読まないという人が10%も増えていることが分かりました。これは読書の何についての調査ですか ?1 読書の量2 読書の種類。三、読書の方法。四、読書の理由。二番、家具の売り場で店員が話しています。 こちらの鏡をちょっとご覧ください。よく玄関や寝室に置いてある全身を映す鏡ですが、大きな地震の時などに倒れて割れてしまうと大変危険です。実際に地震が起きた地域ではそのような怪我が発生しています。そこでこちらの鏡なんですが、軽くてしっかりした高品質のプラスチック素材ですので、地震などで倒れても ガラスの鏡のように割れて人が怪我をする心配はありません。お値段の方はガラスの鏡よりちょっと高めになりますが、本日はこちらの特別価格でご奉仕いたしております。店員は何について説明していますか ?1, 1ガラスの鏡の経済性 二。2> 2ガラスの鏡の。安全性。三。プラスチックの鏡の。経済性。四。プラスチックの鏡の。安全性。三番。 女の人がテレビ番組について話しています。先日フランスから日本へ戻ってきて気づいたことがあります。フランスには半年住んでいたんですがあちらのテレビでは非常に討論番組が盛んで前晩のように出演者がああでもないこうでもないと議論しています。議論をするのが好きなんですね。ところが日本へ帰ってきて 一週間テレビを見ていてもほとんど議論らしい議論は見当たらない代わりに目につくのがお笑い番組の王座ですどのチャンネルに変えてもアハハハーと笑っているフランスにもお笑いはありますが目立たないこれもお国柄なんでしょうね女の人は どんなことに気がつきましたか 1, ?1 フランスではお笑い番組が日本では討論番組が少ないこと 2, 2フランスでは討論番組が日本ではお笑い番組が少ないこと3日本でもフランスでも お笑い番組が多いこと4日本でもフランスでも討論番組が多いこと4番ラジオの番組で女の人が新しく公開される映画について 話しています。さあ、いよいよダ、ダヴィンチモードが来週日本でも公開されます。主演はあのロバート・ベッカム。監督もロバート・ベッカム。そうなんです。ベッカム初めての監督作品なんです。これだけでも、この映画見る価値がありますよね。そしてヒロイン役は、話題の新人、 マリリン・ヘップバーン。この映画、きっと彼女の代表作になると思いますよ。彼女の素晴らしい演技はアカデミー賞ものです。でもこの映画、魅力は俳優だけではありません。なんと言っても注目は映画のラスト。最後の最後に大変な秘密が。ああ、もうこれ以上はお話できません。あなたもお近くの映画館で ぜひご覧ください。女の人は映画の何について話していますか 1, ?1 ストーリー 2, 2俳優の魅力3アカデミー賞の可能性 注目すべき点や見どころ5番政治集会で男の人が演説をしています友愛党は来年から子供一人に対して 1> 月1万円の手当を出す子供手当を提案していますが、私はこれには賛成できません。収入が増えて助かると思う人もいるかもしれませんが、それは一時的なことです。UI 党は3年後には消費税を上げようと考えていて、もし消費税が上がったら、確実に月1万円以上各家庭の負担は増えるからです。 我々民事党は消費税を上げることに断固として反対します。まずは税金の無駄遣いをやめることから始めるべきだと考えます。男の人はどう考えていますか <S ?1, 1 <S 子供手当には反対。 消費税を上げることは賛成。2, 2子供手当には賛成。消費税を上げることは反対。3子供手当にも消費税を上げることにも反対。4子供手当にも消費税を上げることにも反対 賛成問題4問題4では問題用紙に何も印刷されていませんまず文を聞いてくださいそれからそれに対する返事を聞いて1から3の中から 正しい答えを一つ選んでください1番「1> お客様プレゼントでしたらリボンをお付けしましょうか」「1」「プレゼントならもう買いました」2 はい、その通りです。三、そうですね。お願いします。二番。今日は二時から試験でしょ。早く行かないと間に合いませんよ。一、はい、頑張ります。 2「大変だ急がなきゃ3」もちろん試験は受けますよ3番よかったね大学院合格したんだって 1, 1どうもおめでとうございます 2, 2どうもお疲れ様でした3はいおかげさまで4番明日の卒業式って出なきゃなんないかな 1 1> そうね明日は楽しみね <S 2> 2 <S そんなの当たり前でしょ <3 S 1> もう少しで遅刻しそうになったわ5番 こちらの方へはいついらしたんですか ?1、いつか行きたいと思っています。2、五日ほど降りました。3、昨日参りました。 6番。あれまだ残って仕事してたんですか明日から出張でしょ ?1。ええ、今出かけたところです。2>, 2。ええ、そろそろ帰ります。3。3> でも残業までするつもりはありません。 7番あの国の人口は2000万人ぐらいでしょうかね。1, 1いや、そんなもんじゃないと思いますよ。2いや、それどころじゃないと思いますよ。3それはそうじゃないと思いますよ。 8番。あ、いけない。カメラ持ってくるの忘れちゃった。1。あれほど言ったのに。2>, 2。そんなの忘れっこないわよ。3。3> へえ、そうだったんだ。 9番、わざわざ持ってきていただくのも大変ですから、宅急便でお送りください。<S 1, 1。では、そのようにさせていただきます。2。では、すぐお持ちします。3。どうも、ご迷惑をおかけしました。 10番例の件は小沢部長におっしゃっていただけましたか 1, 1はい申しておりました 2, 2はいお伝えしておきました3小沢はただいま席を外しておりますが 11番本当にもうあの人ったら守れるはずもない約束ばかりするんですよ。1>, 1。約束したら守らなくちゃいけませんよね。2。守らざるを得ないでしょうね。3。そんなはずはありませんよね。 12番名前だけしかわからないんですが、どの学校に通っているか調べてもらえませんか ?1, 1名前だけでは調べようがありませんね。2それじゃあ調べるわけですよ。3なかなかうまくいきませんね。 問題,5問題5では長めの話を聞きますこの問題には練習はありません一番問題用紙に何も印刷されていませんまず 話を聞いてください。それから質問と選択肢を聞いて、1から4の中から正しい答えを一つ選んでください。学生3人がゼミの打ち上げについて話しています。あのさ、ゼミの打ち上げのお店どうするやっぱたくさん食べられる店がいいよね。だとすると、居酒屋かな ええー、また居酒屋たまにはちょっとおしゃれなレストランっていうのもいいんじゃないうん。たまには雰囲気変えてみるのもいいね。でも、高い店はちょっと。だよねー。やっぱり学生なんだからさ、安さ優先だよ。私も安い方がいいけど、でも、いつもの居酒屋はやだ。うるさくて、ゆっくり話せないんだもん。 たまには落ち着いてみんなと話したいんだよね、私。でも、静かすぎるところでさあ話しましょうっていうのも、かえって話しにくいんじゃない俺は料理の量が多いところじゃないと満足できない。難しいね。あ、そうだ。駅のそばに新しくできた居酒屋、個室があるらしいよ。部屋が分かれてればそんなにうるさくないし、そこはどうああ、 それなら、居酒屋でもいいや。じゃあ、そうしよう。三人は、どういう店に行くことにしましたか一。新しくできた、静かなレストラン。二。おしゃれな雰囲気の居酒屋。 3。値段の安い居酒屋。4。個室がある新しい居酒屋。2>, 2番。まず話を聞いてください。それから、 二つの質問を聞いて、それぞれ問題用紙の1から4の中から正しい答えを一つ選んでください。女の人が健康診断を受ける部屋の説明をしています、えー。健康診断は女性と男性、別々に受けてもらいます。女性はこの回の1号室と2号室で、 男性はこの上の階の3号室と4号室で受けてください。それから、さっき配ったピンクとブルーの整理券を持っていると思いますが、女性はピンクの1番から50番までが1号室。51番からが2号室になります。男性はブルーの整理券の1番から40番までが3号室。残りは4号室で健康診断を受けてください。 あれ僕のって、これ、81番かなそんなわけないでしょ男子は80人もいないんだから。ほら、やっぱりそうだ。逆さまでしょ逆さま。上と下が。ほんとだ。ああ、よかった。10番台なら結構早く終わりそうだね。君は私は、ラッキーセブンが2つ。ああ、番号はいいんだけど、ちょっと時間がかかりそう。 質問1この男の人はどの部屋ですか質問 2, 2この女の人は どの部屋ですか。三番。まず、話を聞いてください。それから、二つの質問を聞いて、それぞれ問題用紙の。 1>, 1から4の中から正しい答えを1つ選んでくださいレンタル農園で男の人が野菜の種まきについて説明していますえー今日の種まきはこの3つですまずこれは大根大根には30日ぐらいで収穫できるミニタイプとじっくり3ヶ月かけて育てて収穫する大型のタイプがあります 収穫まで長くかかるものは、その間の管理が難しいので、初心者の方には、早くできるタイプをお勧すすめします。それから、こちらは白菜。白菜も収穫まで45日ぐらいでできるミニタイプと、3ヶ月以上かかる大きいタイプがあります。やはり、栽培期間が短い方が、初心者は作りやすいでしょう。最後が、ラディッシュ。これは、どなたにでも簡単にできるので、 皆さんにおすすめですよ。ねえ、どれ巻こうか。野菜作りにも少し慣れてきたから、難しいのに挑戦してみようか。でも、失敗するのは嫌だし、私は初心者向きにしておく。僕は大根は難しいのに挑戦してみるよ。君もやってみなよ。この間のきゅうりも上手に作れたじゃない。そうね。やってみるか、私も。じゃあ、 私は白菜の方に挑戦してみる。OK ーー。その息その息。あと、ラディッシュは僕は少しだけ巻いてみる。私、あんまり好きじゃないからいい、ラディッシュは。質問1。1> この男の人は、どの種を巻くことにしましたか 質問2この女の人はどの種をまくことにしましたか